はい、モコフィットネスです、今日もちょこっと雑談始めていきましょう。はい、年末ですね。ちょっと驚きのね、年末でね、驚きの発表が、ありました。それもね、RP8 でございます。来年ね、1月、2023年1月に公開をね、予定しているそうで、皆さんワクワクが止まらないではないでしょうか。RP9 の方ですね、がね、今年ね、に発売されたのかな、去年かな。ですね、意外にちょっとこんなこと言うと荒れちゃうんですが、賛否両論なバイクだったってことが本音ではないでしょうか。発売 RP9 がね、フラグシップが、出るって時はね、ものすごいこうハードルがね、皆さん期待がすごくてハードルがどんどん上がっていって、いざ発表したら結構満場一致のいいバイクっていう風にはならなかったんですよね。というのは出るタイミングが微妙で、同時期に出たピナレロの、ドグマ F、 あと他にも何台かあったんじゃないでしょうか。つまりですね、 UCI の新基準に対応してなかったっていうところで、ちょっとあれっていう風になったっていう話もあったんですよね。ドグマ F とかは2022年の、レギュレーションに対応した最新のジオメトリーで一応作ってきてます。ディスクの方だけですね。キャリパーブレーキのドグマ F は対応してなかったのかな。まあ他のメーカーも対応してきたんですけども、ほぼ同時に開発して発売もほぼ同時にした RP9 は、その新レギュレーションになってなかったっていうね。で、あと、口コミですね。インプレッションの口コミもたくさん、まあ、出たんですよ。その時もね、割れたんですよ。で、僕の知り合いの乗ってるオーナーも割れたんですよ。で、めちゃくちゃ進むって人もいれば、うーんっていう人もいて。で、そんな中、今回ね、RP9 の発表っていうところで、これね、まあ皆さん分かってますよね。これ多分フラグシップじゃないんですよ。セカンドモデル、まあいわばアルテグラみたいなところで来るんでしょう。で、ここで問題なんですが、その UCI の新規格に全て対応した、まあセカンドモデルであってほしいってところはあります、正直。ちょっとね、いろいろね、新基準になって結構ね、アグレッシブなね、フォルムにできるんですよ。だから今回のこの RP9、素材はね、もちろん落ちてきてグレードは下げる中にも、そのね、新基準を、取り入れた、ちょっとね、新しいちょっと形で出てきてほしいなっていうところは、あるんではないでしょうか。はい、そんな感じでですね、もう一つの、大ニュースがありまして、この、僕がつけてるこのガーミンの、945、ですね、はい、もう3、4年前のフラグシップになります。これがね、見事にね、壊れ始めました。まあ、落としたんですよ、ローラー台。僕ローラー台乗ってる時に外すんですよ、これかけとくんですよ。で、なんかポロンと下に落ちて、まあ落ちたぐらいな感じだったんだけど、まあ後で拾えばいいやと思って拾ったらね、響いてたんですよ。で、これ周りの強化ガラスだと思に響いてたと思ったら、まあ、もちろんそこにも響いたし、中のね、本体のね、本当のガラスの方にも若干響いて、で、別大した傷じゃなかったんですが、日に日にそのひびがね、周りからね、どん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 ね、増えていって、しかも水が少しずつ入ってきてるんですよ。でね、どん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 こう侵食していって、最後はもう点になって見えなくなるっていう風に、もうなるのがもう分かりきってるんですよ。だからもう今日はね、何が言いたいかって、まあ新しいの買わざるを得ないんですけど、3つございます、候補が。まあ955、最新のフラグシップでございます。フォアアスリートですね。マラソンに水泳に、もうスポーツシーンでは完璧な、やつですよ。か、フェニックスの 7S ですっけ?ですよね。もう一つ候補がありまして、ガーミンの エピックスですかね。はい。これはね、フェニックスとほぼ同等なんですが、何が違うって、まずデュアル、バッテリーじゃない?おテント
様の、充電と、元の充電のデュアルじゃない、ないんですよ、それは。今言った前者の955と、フェニックス7の方は太陽光発電ができるんですよ。ただエピックスだけはないんですよ。ただじゃあなんでエピックスがいいのって、画質めちゃくちゃ綺麗なんですよ。確かね、955も、フェニックスも、260ピクセル角なんですよ。それに対してね、エピックスはね、500に近いんですよ。約倍なんですね。倍の解像度なんですよ。で、この倍になっただけでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。で、皆さん思いませんでした？ガーミンの、この本気の、本気シリーズって画質が、そう、アップルウォッチとかからするとちょっとつかね、3個ぐらい、なんか一昔前のね、感じじゃないですか。スマートスポーツウォッチに当たるから、そんなに画質はね、別にいらないよってところなんですよ。機能が、これの醍醐味なんで。で、だけどね、エピックス、皆さんね、ググってください。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。まあ、アップルウォッチのほど綺麗じゃないにしても、結構ね、っていうのはね、そのエピックスだけが最新のディスプレイなんですよ。だからアップルウォッチとかと使ってるやつと同じものを使ってるんですよ。まあ、解像度はこそ低いけど、まあ、同じ土俵、まあ、ということわかります？はい。なのでそこでね、ちょっとエピックスが候補になっちゃ、なってしまって、まあでもどうなのかな、やっぱ955。あとね、955がねめちゃくちゃ軽いんですよ。 40g ちょいしかないところ、フェニックスもエピックスもね、倍ぐらいの重さがあるんですよ。で、昔僕フェニックス持ってたんですが、重いんですよ。で、この重さは、まあ、ロードバイクにはあんまり、関係なかったんですが、僕ね、マラソン、ジョギングもするんですよ。その時にね、手振る時に、あの重さは結構不愉快だと思います。やっぱりフォアアスリートシリーズはめちゃめちゃ軽いので、全然ね、いいんですよ。で、あと、重いっていうのは、24時間つけてるじゃないですか。睡眠も把握させるんで。寝てる時にね、重厚感はどうなのかなっていうところはあります。だから皆さんね、この3つからどれがいいか、ちょっと、コメント欄に寄せてください。ぜひね、一番気になるのはエピックスを持ってる人のコメントが欲しいかな。うん、いいか悪いか。フォアアスリート955とね、フェニックスはね、持ってる人がたくさんいるので、まあその方もコメントもしよかったら寄せてください。はい、そんな感じでちょこっと雑談終わりにしましょう。いつもですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そして最近のジャージ、イビリッドよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。